16隻马喺入边啊，即系16号就阿爱伦拥有噶啦，17号就澳洲史坦利拿就7档啊！哇，呢场仲有一只天龙索咧就大逃离奇嘅，阿莫雷拉奇嗰只都大冷门，冷冷地第七热门嘅。今年もこの瞬間が訪れました。パリロンシャン競馬場。咁啊，交翻俾各国を代表する精鋭たちが集結。まさに官方旁述先。さあ、凱旋門賞、まもなく発走です。前走で敗れはしましたが、まだ見限られるような馬ではありません。オールアロング。前走の結果に納得しているはずはありません。この大舞台で巻き返しを図れるか。ストロベリーロード。海外の名将を背に、この大舞台で底力を見せられるか。鞍上の手綱さばきにも注目です。イーブンディガー、直線勝負に徹するこの馬にとって今日のペースは流れてほしいところ。ゴール前の大逆転劇は見られるでしょうか。サンプリンセス、前走では惜しくも勝ちを逃しました。その借りをこの大舞台で返したいところ。タイムチャーター、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。シネマジュニア、芝の名手を背にこの大舞台に挑みます。鞍上の好リードでいざ G1 制覇へ。スタネーラ、同じ舞台の前哨戦に勝ってこの大舞台に挑みます。前走勝ちの勢いがそのまま大きなアドバンテージとなるか。ハーバートグラティチュード、そこそこの人気を集めていますが脇役で満足する馬ではありません。ペブルス、数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます。構想を期待したいところです。イマジンショー、鞍上は海外で一流と呼ばれる名手です。一発は十分にあるでしょう。人気馬にとっては危険な存在です。グリーシャンプロバブル、一段と美しく見える漆黒の馬体、黒い弾丸となって上位陣に襲いかかります。ティーノソ、振り毛の美しい馬体が G1 の熱気で燦然と光り輝きます。サガス、ヨーロッパ最強馬の登場です。キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークスからおよそ2ヶ月、強豪相手に再び最強馬の称号を勝ち取ることはできるでしょうか。オロフィノ、鞍上は人気薄での名手、一発の可能性は十分にあります。サドラーズウェルズ、ザ・ダービーを制した馬が姿を現しました。競馬発祥の地のダービー馬として負けられない戦いが始まります。コマンチラン、フランスダービー馬に注目が集まります。開催国のダービー馬としてここで不甲斐ない姿を見せるわけにはいきません。レッドアンカー、前走惜敗の無念を晴らすべくこの大舞台で一暴れしたいところです。クリスタルグリッターズ、さあいよいよ発走です。パリロンシャン競馬場2400メートル、世界各国の最強馬が集いし、この舞台から今年はどんなドラマが生まれるでしょうか。さあ欧州競馬の最高峰凱旋門賞、まもなく発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはシネマジュニア、イーブンディガー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくシネマジュニア行きました。続いて前へ行くのはイーブンディガー、タイムチャーター後方に控えました。前に戻りましょう。先頭はハーバートグラティチュード、短期の逃げに持ち込めるか。その後ろにシネマジュニア、イーブンディガー、それに続きますティーノファ、ホールの一角並んで15番、サドラーズウェルズ、レッドアンカー、それに続いています。その隣にオールアロング、その外にオロフィノ、これに続いてコマンチラ、その横にスタネーラ、外にはサガス、この集団にグリーシャンプロバブル、ここにイマジンショー、各
はロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここにつけたのがフェブルス、隣にはストロベリーロード、すぐ後ろにサンプリンセス、その後ろからはクリスタルグリッターズ、タイムチャーター。最後方、ここからどういう競馬を見せるでしょうか。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、古豪シネマジュニア、レースを引っ張ります。ハーバートグラティチュード、この馬もこのグループ、これに続くのがイーグンディガー。さあ先頭は依然として6番シネマジュニア。ここで先頭が入れ替わりました。ハーバートグラティチュード、シネマジュニア2番手に控えました。1番前にはハーバートグラティチュード、レッドアンカー、加速してきた。ティーノソ先頭です。内からぐんぐんとレッドアンカー先頭、2発を切った。好似是莫雷拉呀，吧莫雷拉赢吗？死真系黐线咯，真系，唉，莫雷拉又拉头马啦，今次到呢只会咩阿查力压住戴图里，我真系全场都冇声出啊！莫雷拉真系咁样爆发，真系一隻法国三冠马王咁样呕出嚟，真系。即鐵龍索都第二㗎啦。第七熱門撲出嚟，我屌真係。繼續俾阿史馬田騎啊，唔係莫雷拉啊，屌收皮啊！